動脈、気道、腸管、肝臓が一直線に並んでいます。そして胃が90度回転を始めます。それに伴い、肝臓、胃臓が息を変えるとともに、最終的な形態へと成熟していきます。そして、胃がさらにかしげるとともに、胃と脾臓の間の腸管膜が伸び、大門になります。第11週で、この状態までになります。実際には、横隔膜が上を覆っています。そして、盲脳孔から内視鏡が入って、